はい、皆さんこんにちは、フリースタイルフットボーラーのトミーです。はい、ということで、今日はですね、バイシクルの、解説動画をやっていきたいなと思っております。まずこれを練習する前に、ソールストールを、練習しておくと、とてもね、これがやりやすいと思いますんでね、概要欄にソールストールのね、YouTubeURL 貼っておきますので、ぜひね、そちらをご覧になって、ぜひこちらの動画ですね、チャレンジしてみてください。ではやっていきましょう。レッツゴー、いきます。バイシクルやっていくんですけど、蹴る場所は、ここ足がね、一番広いところで、蹴っていきます。ちょっとバックスピンがかかるように蹴っていくんですけど、まず最初1人でやるときは自分で寝っ転がってボールを上に上げて上に蹴っていきます。まず真上にしっかり蹴れるように蹴ってキャッチ、蹴ってキャッチ、これができるように練習していきましょう。はい、慣れてきたら2回、両足、はい、3回と増やしていきます、はい、でポイントなんですけど、頭は地面につくんじゃなくてちょっと浮かしている状態、おへそを見た状態で足を見る、はい、この状態でやってみてください。はい、友達とか誰かがいる場合は投げてもらって誰かにこうやって返して1、2って1、2って返して、投げてもらって返してっていう練習方法をやってみてください。はい、はい、で3つの蹴り方があるんですけど、一番広いとこと真ん中と、かかと、この3つの蹴り方でやっていきます。はい、ボールが手前に頭の方に来ちゃった時はつま先で、真ん中に来た時は足の真ん中で、そして、頭、お尻の方ですね、お尻の方に行ったときはかかとを突き出してボールを前の方、ボールを移動させてください。一番はここ、ここでリフティングするのが一番ね、理想ですね。足の真上、はい、足がまっすぐ伸ばせない人は、ストレッチからやりましょう。はい、手前、そしてかかと、はい、こういう蹴り方で3ポイントでやってみてください。はい、ちょっと最初難しい人は、まずここでちょっと足首をね使って練習をしてみましょう。はい、蹴り方は一緒です。はい、でみんなよくこう足を伸ばしながらリフティングしちゃうんですけど、じゃなくて足首を上に移動させてボールを蹴ります。はい、こうやってね、こうやってこう蹴っちゃダメです。足伸ばしてこうやって、はい、足は上に上げたままで、体の姿勢なんですが、両手をついて頭を浮かせる、この状態です。これめちゃくちゃ腹筋に効くので、腹筋のね、トレーニングもなりますんで、ぜひね、お家の中でもできますので、僕もね、コロナ期間の中でね、お家で片方ね、靴だけ履いてやってみましたので、ぜひね、挑戦をしてみてください。またわからないことがあったらコメント欄にぜひコメントの方をよろしくお願いいたします。ではチャンネル登録の方も高評価の方もお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。